夢を追い続けるナンバーアンダーラインアイ、滝沢秀明社長の壮大な計画とは、ナンバーアンダーラインアイの海外進出で日本のエンタメ業界に大激震。世界は広く、可能性に満ちている。しかし、その中で成功するためには強い意志と計り知れない努力が必要です。日本のエンターテインメント業界においても、海外進出は一つの大きな夢であり目標です。特に、 最近話題になっている No. アンダーラインアイというグループに注目が集まっています彼らは滝沢秀明社長のもとで新たな挑戦を始めようとしておりその動向に多くのファンが期待と不安を抱いていますなぜなら彼らの成功は日本のエンターテインメント業界全体にも大きな影響を与える可能性があるからです No. アンダーラインアイのメンバーはそれぞれが高いパフォーマンス能力を持ち ダンスや歌唱力においてもトップレベルです。しかし、彼らが本当に世界で通用するかどうかは未知数です。ファンの間では、なぜ IMP のように滝沢秀明社長によって海外に連れて行かれなかったのかという疑問がささやかれています。米国や韓国のようなより大きな市場に進出するためには、彼らのスキルや経験がさらに必要とされるのではないかという懸念もあります。しかし、 ナンバーアンダーラインアイの3人はその挑戦を受け入れ自分たちの夢を叶えるために日々努力を続けています彼らの意志の強さと努力の姿勢は多くのファンに希望と勇気を与えていますファンからの世界へ羽ばたいてほしいずっと応援してますといった声援は彼らにとって大きな励みとなっていることでしょうナンバーアンダーラインアイの世界進出に関して滝沢秀明社長の戦略も見逃せません 彼の狙い通りに進むことができれば、3人はどんどん実力をつけ、限界を超えて進化していくことでしょう。彼らが海外で活躍する姿を見たいと願うファンは多く、彼らが戻ってきたときにただいまと言ってくれることを期待しています。ファンの熱い応援は、彼らがどこにいても変わらないのです。翔くん、仁くん、ガンくんの3人は、スキル面でも非常に高い評価を受けています。 滝沢社長も常に世界とのつながりを意識しながら仕事をしているため彼らがどのように成長していくのか非常に楽しみです彼らが挑戦することでエンターテインメントの新たな可能性を見せてくれることを期待しています実際に彼らがどのように進んでいくかはまだわかりませんがとりあえず行動を起こさなければ何も変わらないということは確かです彼らはまだ若く こここれから多くのととに挑戦するるができるできしょうファンはその挑戦を見守り応援し続けるだけですコーチェラのパフォーマンスも素晴らしく彼らの才能を示す良い機会となりました歌をかぶせず荒削りながらも楽しいパフォーマンスを披露しコラボレーションもかっこよかったですこのような挑戦を続けることで彼らはさらに成長し世界で活躍する姿を見せてくれることでしょう トベとのエージェント契約も新たな可能性を広げる一因となるでしょう。日本国内ではトベをベースに活動し、海外、特にアメリカでは88ライジングのレーベルで活動するというスタイルは、新しい学校のリーダーズさんのように彼ら自身が表現したいことを自由に発信できる環境を提供します。このようなサポートがあることで、彼らはさらに大きな舞台で輝くことができるのです。また、 応援してくれるパフォーマーがいることは非常に心強いです。だからこそ、リエハタさんを中傷する人たちはおとなしくしてほしいです。彼らの夢を応援することで、エンターテインメント業界全体がより良い方向に進んでいくことを願っています。ただいまという言葉を聞くことができるのは、彼らが一度外国に行くということなのでしょうかそれとも今すでに行っているのでしょうかファンはもちろんのこと、 ジャクソンさんやリエハタさんのような人たちも彼らの可能性を信じているのだと思います。彼らが世界で活躍できると信じている人たちの期待に応えるために彼らはさらに努力を続けることでしょう。デビュー曲をリリースしてミコゼでコーチェラに出演するというのは非常にすごいことです。そしてこれからが本当の挑戦の始まりです。彼らが世界で活躍する姿を多くの人に見てもらうために さらに努力を続けていくことが必要です。ファンとしては、彼らがアメリカに修行に行くことが落ち着いたら、日本国内でのライブ活動も再開してほしいと思っています。海外進出はタイミングも重要なので、今はそちらを優先するのも仕方ないことです。しかし、地方のファンも彼らのライブを楽しみにしているので、その期待に応えるためにも、 彼らは日本と海外の両方で活躍していくことが求められます。彼らの楽曲、名前を教えてやマジックタッチは、海外進出を見据えて作られたものであり、そのクオリティは高く評価されています。ジャクソン・ウォンさんは岸君より1歳年上であり、他のグループの年齢も考えると、30歳を過ぎると体力が急に落ちるという話もあります。 早めに挑戦することが重要であると感じているファンも多いのです。具体的にナンバーアンダーラインアイの将来を太鼓判を押してくれる人たちの存在は、彼らにとって非常に心強いです。彼らがどんな時も応援し続けるファンの存在が、彼らの大きな支えとなっています。前の事務所では、海外進出に対して反対されていたという話もありますが、 今では残ったキンプリも海外を視野に入れることをスタッフが考えているようです。彼らの夢を応援するために、ファンも一緒に努力し続けることでしょう。世界は甘くないですが、挑戦を続けることで新たな道が開けることもあります。何度でも頑張ってほしいというファンの声援は、彼らにとって大きな力となります。トラビスジャパンのノエル君が英語で受け答えできるように、 彼らも新たなスキルを身につけ、世界で活躍するための準備を進めていくことでしょう。以上のように、ナンバーアンダーライン愛の海外進出には多くの期待と課題があります。しかし、彼らの強い意志とファンの熱い応援があれば、どんな困難も乗り越えることができるでしょう。彼らの挑戦が成功することを祈りつつ、これからも応援し続けたいと思います。そして、 彼らが世界で活躍する姿を見たときに、ただいまと言ってくれる日を楽しみにしています。彼らの未来が輝かしいものでありますように。これからの彼らの歩みを見守り続けることで、私たちも自分自身の夢に向かって進む勇気を得ることができるでしょう。彼らの挑戦を応援しながら、自分たちも新たな一歩を踏み出すことができるように、日々努力を惜しまないことが大切です。 彼らの成功を見届けることで私たちも自分の可能性を信じる力を強めることができるのです。彼らのように私たちも夢を追いかけることで新たな世界が広がることを忘れてはなりません。夢に向かって努力する姿勢は周りの人々にも影響を与え共に成長することができるのです。彼らの成功は私たちにとっても大きなインスピレーションとなります。 彼らがこれからどのように成長し、どのような成果を上げるのか、その過程を楽しみにしています。彼らが世界で輝く姿を見て、私たちも新たな挑戦に向かって進むことができるようになるでしょう。彼らの夢が実現する日を心待ちにしながら、自分たちもその一部となることで、共に喜びを分かち合いたいと思います。彼らの努力が実を結び、 世界中の人々に感動を与えることができる日が来ることを信じています。そして、その日が来るまで、私たちも自分自身の夢を追い続け、彼らと共に成長していきたいと思います。彼らの成功を見届けることで、自分たちも新たな目標に向かって進むことができるのです。彼らの挑戦が成功し、世界で輝く姿を見たとき、 私たちは彼らと共にその喜びを分かち合うことができるでしょう。そして、その時こそ、私たちも自分自身の夢に向かって進む勇気を得ることができるのです。彼らの成功が私たちにとってのインスピレーションとなり、新たな夢を見つけるきっかけとなることでしょう。